こんにちは、ドラゴンモエストの実況をしますボールペンドラゴンと申します。さあ、このスカイバッチを使って空かける天魔合唱曲、懐かしいな。そして X ボタン的なものを押すことにより、なんとこのペガッサーがぐるんぐるんとぐるんぐるんとぐるんぐるんします。そうするとなんとあの狭間の世界に行けてしまうという、何やら不穏な空気が漂っている。うわー、ぐにゃ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 、目に悪い。これは目に悪いぞ。視力気をつけていきたい。そして HP が1、MP が0になってしまった。もう死ぬしかない、絶望しかない。この世界みんなはどう生きていくか。ここは絶望の街。私たちのようにリメイクのドラクエ6に絶望した人々が暮らしていると、かわいそすぎる。でね、この街の人たちはね、ファミコン版のドラクエ3では偶然オルテガが、ああそうそうそう、勝った時に一応そのセリフあんだけどドラクエ6は変わらないと、変わらない恐ろしさ。そして何寝込んでんだい、これは夢よ悪い夢よ。ここら辺は原作と一緒かな。何もしてないよ、いじめないでよグーグー。そして樽の中は、お、樽の中身はいいものだった。そして寝ているぞ。分かってましたよ、ギャルゲーじゃないんだから、妹が仲間になんて。でもそれとも机になら、きっと何とかしてくれる、仙道なら何とかしてくれる、そう思っていた時期が俺にもありました。バキとスラムダンクのコラボというわけでね、あれなんだね、仲間モンスターね、リメイクのドラクエ6はすごい減ってるらしいですね。ちょっとね、あんまり詳しくはないんで、実際この目で見たわけじゃないんでね。そうか、さっきのあれか、ドラクエ6リメイク、ドラクエ6ではターニアもう仲間になればいいなみたいなのを嘆いていたのか。追加機能なんだい、カーリングがあれかい、あ、すれ違い機能それはもう9でも10でも一緒だな。 10はまた別か、あれはオンラインゲームだし。そして敵、ここの敵はね、この状態で倒すといいことが起きるんですよ。ちょっと頑張って戦ってみましょうか。でね、このキラージャック、普通だったらこんな状態で倒せるのかみたいな状態ですけども、これね、特技いっぱいいいのはあるんだけど、 MP が0なので MP を使わない何か技、かまいたちとか爆裂剣あたりの方がいいかな。とりあえず安定してダメージ与えられるようなのが欲しいな。とりあえずもうかまいたち無双でいこう。あー、死んでしまった。さすがの俺たちでもこれはちょっときつい。かまいたち、かまいたちが良さそうだな。かまいたちの夜、これでターニアというか目当てのキャラを死なさないように頑張らなきゃ。おー、ババアラが肉壁となって守ってくれた。頑張ってくれ。よし、これでいいはずだ。ロリコンレベル40、ロリコン40歳、ひどすぎる。40歳のロリコンとかもう完璧犯罪者じゃないか。すごい、お兄ちゃんこんな状態でも勝っちゃった。お兄ちゃんこういう状態なんですけどね、こうやってときめきが上がるイベントです。お兄ちゃんこの棺桶の状態、こんな状態になっても勝っちゃったみたいな、そんな感じですけども、ちょっと泣き殻になってしまったんでね、早いとこ復活に行きましょうか。さあ、珍しくね、あそこを使おう。教会あるかな、この町多分あるよね。熱望した魔物マスター、一体何をマスターしたんだろう。かくいう私もすることって言ったらね、ベーションの方ですね。で、おー、よかった、これで生き返らせないとな。主人公はこういう泣き殻の状態になってしまっているんで。そういえばセーブとかほとんどしてないな。大人セーブしかしてないからな。そしてお金を払い、お金はねもう湯水のようにあるんで、どんどん金の力で命を復活させていこう。ただし HP は1の状態。まあイベントをね終わらすまではこういう状態なんでしょうがないですけども、普通だったらね、こういう生き返らすお金とかもかなりもったいなくなって、てかドラクエはねやっぱ金欠になりますよね、特に終盤とか。まあそれがいいところでもあるんだけどね、やっぱドラクエらしいっていうか、 FF なんかは本当余っちゃうからね、お金が。何？ドラモエ、そんな状態になってきたのか。おばちゃん、カーリングだけにな、なんだい、なんかつながり、あ、これがちょっと滑っちゃった感じよね、カーリングなだけにな。あ、カーリングっていう、そういうなんかミニゲームがあるのかい。ドラゴンクエスト6 DS 版ダブルストレイフィング版ドラクエ6、そういう機能があるのか。でね、このおじいちゃんに話しかけの、わしゃに二度と防具なんと作らんぞ、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、なんじゃ、なんか言いたそうな顔じゃな言っちゃダメだったのか。これでね、おじいさんの元の世界にいた時のなんだっけか、なんかを持ってくると、おじいさん頑張るよみたいな、そういうイベントです。
古びた鉄パイプ、バールのようなものとかを受け取って、これでおばあちゃんを撲殺してくればいいのかな。若い頃妻からもらったものでな、これを見ればあ、なるほど、おじいちゃん生きてるよみたいな、そういうことをそのおばあちゃんに、妻に、うん、あれしてもらえばいいんだなと。ポイズン、最後の最後の言ったポイズン。それじゃあ行きましょうか。この温泉からなんかね、元の世界に戻れる的な。クロレラバイオチ、確かに緑色だ。クロレラ浴は最高だな。ユネッサンとかにありそうだな。クロレラ風呂、まあ、やりたい人は好きにすればいいんじゃないだろうか。まあそういう効能効果とかもね、なんだろう、薬と一緒でなんか信じたもの勝ちみたいなところもあるからね。やっぱなんだろう、聞くってなんだろう、思い込んでなんかした方が幸せじゃないですか。そういう気の持ちようとかもあるしね。これ聞くのかなみたいなさ、半信半疑でいるとね、なんかね、聞くもも聞かなくなるし、特に薬なんてそうだしね。ブラシーボな効果、偽薬効果っていうものが実際に科学的に立証されてるしね。そしておじいちゃん、あ、ここはせっかく話しかけに来たけど特になんもないと。出ちゃった。入り直さないと。ゾッ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 。そしてこのクロレラ培養地に来ました。みたいな。テイク2。早く温泉に入りて。この列の後ろに、あ、順番ね。やっぱり日本人たるもの順番は守らねえとな。ねえ、そのくせねえな、まあ、どこの国の人とは言わないですけど、電車とかでさ、並ばないのいるよね。もうあれはもう文化的にそういうあれなのかなとかね、ちょっとお国柄を勘ぐってしまいますよね。まああんまりこういうこと言うもんじゃないな、国交問題に発展してしまう。でもあるよね。まあ日本人の並ばないバカはいくらでもいますけど、まあそんな話をしつつ、おここはなんかありそうじゃないか。このあからさまに、ほらー、こういうところにはあるもんよ。こういうね、ドラクエ嗅覚がどんどん身についてきたわ。さあやってきたぞ。ここがさっきの縁でのじいさんのふるさと、ジャクソンの村、瀬戸内ジャクソンの村。あのじいさんのおかげで栄えていた村というわけか。ここがあのじいさんの犬が普通だ。で、このワンちゃんに、これだね、古びた鉄パイプで、ワンちゃんをこのボカスカボカスカすると、クンクン、これはあのじいさんのって分かってくれたおかげようだね。 OK、 カモン、おお、ワンワンって普通の犬かと思って油断してたわ。やっぱりドラモエの犬だったわ。ワンワン、お前喋れるだろ。実はカクカクシカシカで、あ、喋ってくれた。この犬すごいぞ。たまには犬、たまには人間のふり、どっちなんだ。すごい、もうあのじいさんとかばあさんのエピソードどうでもいいわ。もうこの犬が気になって仕方がない。で、おばあさんは、これじいさんのあの道具だよみたいな、命より大事にしていた道具ですよ、届けてあげよう、そしておじいさんに希望を取り戻してあげよう、エンジェル道具を受け取ったぜ。で、このちょっと本当犬が気になるけど、犬のことはとりあえず置いといて、またこれを持ってね、あの世界に行きましょうか。ただいま、おじいちゃん、どうした、扉に鍵なんかかけて、部屋に鍵をかけて何をしてたんだい。そう、ジャンクションの村に行って、おじいちゃんの道具を取ってきました。さあ作れ、防具を。お、いいね、何を選ぼうかっていうね。本当はね、これ一つだけしか選べないイベントなんですけど、なんか全部ってあるんだけど、これいけんのかな。いいじゃろ、気に入った。おお、いけるのか。確か原作では1個しか作ってくれないはずでしょ。大体の人は兜を選ぶんだっけかな、攻略サイトには書いてあった、そんな感じのことが。鎧とかは確かね、他の防具売ってるやつで代用できるみたいな。で、目を覚ましたら防具一式が手に入ったぞ。やったね、行ってみるもんだね。やっぱ人間貪欲でいかないとな、常に欲していくみたいな、強欲のグリードみたいなもんよ、この主人公たちは。鎧も盾も兜も酒も女もなんたらかんたらも全部手中に収めたいんだぜみたいな。いいね、いいね、これでね、朝日が差し、ほらほら、ステータス戻ってるでしょ。絶望の街の人たちが希望に満ち溢れている。希望に満ち溢れて、リメイクドラクエ6のことなんか忘れて、何やらほとんど原作通りのセリフを発しているぞ。うんうん、この人も原作通りだ。そして教会はテンプレ通りだ。おっと、どうやら絶望から
デスボから帰った人たちは原作通りのセリフしか言ってくれてないぞ。ここら辺の改変はあまりないのか。そして武器の改変もないぞ。もうちょっとひねってくれてもよかったぞ。それぐらい頑張ってくれてもよかったぞ。この人もそのまんまのセリフっぽいな。で、上には誰かいるかな。誰もいなかったよ。そしてこれがおじいちゃんかな。どうじゃどうじゃ、うん、気に入ったよ。まだ装備してないけどね。ビシッと旋回ビシッと、はい。こいつはもともとぐーたらだったようだ。なるほど、ほとんど原作通り。おっとっと、危うくやられるとこだったわ。絶望の街が希望の街に変わったよ。でもルーラで来るときは絶望の街っていう名前のまんまなんだろうな。そんな気がするぞ。うんうん、子供たちもね元気に走り回っておると。僕たち、お、大魔王 PTA やっつけるために明らかになったぞ。俺たちが倒すべき敵。エンデロジンは初めてエロ本を買ったとき、エロ本コーナーに入れず代わりにゲーム雑誌のパソコンパラダイス。俺はお前か。俺もなんかあとなんかバグバグとか買った記憶あるぞ。なんという俺ちょっと作者とそのことについてだけ話し合いたいわ。パソコンパラダイスですよねみたいな、隠し陰部の隠し具合があの金塊みたいなの隠されてちょっとなえるあれですよねみたいな、あれもう今日はもうとりあえず寝てここら辺で終わりにしましょうか。